はい、どうもこみです。さて、本日は関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思っています。どうですかね、これ今ね、完全完走しました。イエーイと。で、今回タウンホール14のですね、壁の色って、茶色っぽい、肌色っぽい感じで、これですね、アート配置デザイナーっていうのかなの、雪風さんが作ってくれたんですけども、僕の顔をね、モチーフにして、ちょうどうまいことね、顔の部分が肌色で髪の毛が青になるっていうね、この感じめっちゃ今気に入ってるんですよ。どうすか自己満足だけどめっちゃいいと思っていて、はい、いいね、いいなと思ったらグッドボタンお願いします。なんですね。で、本日はですね、クラン対戦リーグ見ていきたいんですが、今日は最終日の、状況なんですけども、こんな感じですね。これね、チャンプ1なんですけどね、ワンチャン、1位になれるんじゃないかっていうところにいます。本来チャンプ1ではありえないぐらいね、ロースコアなんですよ。他のクランもみんな。なんですけども、このまたとないチャンスなんでね、ぜひこれ、1位通過したいし、したら、おそらく、サムネイルはその1位通過した、絵がサムネイルになっていることじゃないかというふうに思うんですけども、どちらでしょうね。はい、で、リプレイが切れる前に動画を撮っていきたいと思うんですが、今日合計5本見ていきたいと思うんですけども、うちのクランでね、めちゃくちゃ流行ってるんですね。あの戦術が。どの戦術かというと、花火ですね。花火がくっそ流行ってるんだ、これ。みんななんかね、どうだろう、多分3分の1、3割、4割ぐらいは花火やってんじゃないかな。これがオーソドックスの花火ってやつで、どんな風にやるかっていうと、タウンホールのところに、突撃艦を、当てていくんですね。ここね、ここに当てていって、この中にスパガゴンが入ってます。これをクローン、インビジレイジで増やしていって、一気にこの周辺をガーンとタウンホール含めて巻き込んでぶっ壊していくっていう戦術ですね。そうすると、この丸で書いた部分、ちょっと広すぎるけど、この部分が壊れたら、ドラゴンをこう出していても、みんなこっちにこう恐れていきますね、こういう風にね。で、残ったドラゴンもこう言ってくれて、で、もう多勢に無勢状態なんで、呪文がなくてもドラゴンが生き残って、全開まで行ってくれちゃいますよという戦術ですね。で、使える村のね、一番の特徴っていうのは、クラン城の範囲にヒーローがあんま入んないやつがいいですね。下手に入っちゃうとね、ここにアイゴレとかがいた場合にヒーローが捕まっちゃって、全開まで行かないっていうパターンがあります。この戦術、ドラゴンに対して、呪文を避ける要力があんまないので、この完全にですね、スパガゴ頼みなんですね。こんな感じにスパガゴがガンガン、タウンホール周りをこう、ぶち壊しまくっていってくれます。まずは、インビジがかかっているところにはダメージ入んないから、その周りを壊してから、インビジ切れた後に足元を壊すという感じで、こんな風にガッツリ削っていくんですね。でも、ドラゴンたちは、自力ですね。自力で頑張れという感じで、押していくっていうところですね。はい。で、今ね、ユニットの残り方見てほしいんですけども、キングやられて、で、アジャクイとロイちゃんが能力残しているじゃないですか。この状態っていうのが、この花火をする場合の、いわゆる鉄板の全開パターンなんですね。ロイちゃん最後の最後を掃除役に出すんですけども、このロイちゃんが、ワンチャン、クイーンの、クロークを使わせずに、全部こんな感じで防衛をやっつけていってくれるっていうことですね。で、仮にロイちゃんが途中で落っこってしまったとしても、クイーンのクロークがあるからなんとかなる。で、この時点で時間ってまだ1分ぐらい余ってるんですよ。これライブじゃないんで、残り何秒っていうのがね、前回取った時間まで残り何秒経ってますけども、初めから見るとこんな感じ。2分12秒とかそんなもんですよね。1分ぐらい残るんで、アシャクイーンがクローク残しでこういう生き残っちゃったりすると、もうそれだけで残り 15% 弱ぐらいだったら削り切れちゃうんですね。壁が仮にあっても、クロークで殴り合っていっちゃったりするんで、そんなような形で取っていく戦術になるんですけども、ですね、今日は、この形が基本ですよね。なんで、いろんなところで見ると思うんですけども、この形って。見るかな。うちのクランが流行りすぎてるだけかもしれないけど。ぜひ、使ってみてもらえたらと思うんですけども、ちょっとね、変わった方法も見ていこうと思います。今日、前回4本、失敗1本っていう形で見ていきますね。歴史さんがね、ゼロさんか。名前書いたゼロさんがね、この戦術をね、よくやってらっしゃいますね。うまいです。ただ、ちょっとしたミスでやっぱりね、前回取り残すところが星1になっちゃうリスクもあるんで、そこを今日伝えていけたらと思ってるんですけども、
K さん、これはなかなか、考えたプランですよね。イーグル4までロケバルこれ10体ぐらい今いたかな。で、がっつり壊していって、この辺っていうのを、一掃しますね。で、イーグルがないんで、ドラゴンたちがやられるリスクも結構減るんですよね。で、よくね、このイーグルキングがこう隣接してるところら辺って、スケルトントラップとか、スケルトンとか、あとテスラがあったりするんですけども、その辺があっても、スケルトンの場合、陸のスケルトンが多いのかな、キングでここを潰すっていうケースが多いんで、そういう風に仕組まれているんですけども、陸のスケルトン当然、ロケバルに反応しないし、で、テスラがあってもロケバルの数が多かったんで、それで押し切れちゃうだろうなっていうことで、おそらくこの10体っていうものすごい数のロケバル積んでいったんじゃないかと思います。で、序盤のカットが効いてるんで、ドラゴンたちが結構束になって攻めてますよね。この束もいい時と悪い時があるんですけども、今回多分あんまり良くない方に働いてますね。あんまりドラゴンが仕事せずにやられてきたのが分かりますかね。これ多少ね、広がった方がいいんですよ。赤爆弾とか範囲攻撃のダメージっていうのが散らばることによって分散させられるので、例えば固まりすぎちゃったところあったかもしれないですけども、それじゃやっぱプランニングの勝利ですね。ここに突撃艦をね、結構きっちりこう当ててくのって勇気がいるんですけども、まず入ったっていうこと、それができたので、もうこの部分のね、キングが残っているだけですから、こっちの三次側ってドラゴンとかが生き残っていれば、生き残っていれば普通にこれ突破できちゃうし、なんならロイちゃんの能力も残ってるんで、これですげえ、はい、前回ですね、キングほぼほぼなんか無傷の状態で何が起こってるんだ今村にはみたいな感じになってますねお前仕事せんかいというところなんですけども、はい、こんな風に序盤ロケバルで削っていくなんていうこともできます。結構これもやる方多いですね。僕もやりますね、結構こういうロケバルの使い方っていうのは。で、もう一個はですね、これかな、よいしょ、三毛猫さんがとにかくこの、戦術うまくっていろんなね小技を見せてくれるんですね。三毛猫さんに連発いきましょうか、ちょっとね、これから。タウンホール裏にシングルがある配置、これね、意外と嫌ですね。なんでかというと、花火はタウンホールの逆側からこう投げていって、ここで爆破させるんですね。そうすると、こういう風に壊せるんだけど、タウンホール裏って絶対壊れないんですよ。なんでかというと、ポイズンがあるからですね。タウンホール裏まで、スパゴゴって絶対行かないんですね。もう確実にこのシングルが残るんですよ。で、それが残っちゃうことを見越して、これスケルトン持ってってるんですね。これがまた優秀なスケルトンで、どういう考え方かっていうと、さっきの2本見てもらって分かる通り、最後クイーンとロイちゃんがこの戦術って生き残るんですよ。生き残んなかったら逆に言うとダメなんですね。ロイちゃんが、クイーンはもう生き残ることがほぼ前提で、ロイちゃんはワンチャン残ったらいいなっていう感じなんですけども、はい、これトームをかけて突撃艦をしっかりと当てていきます。落としていって安いパーの真上、ここにトルネがありますけども、クローンインビジレイジで、はい、隠していきますね。で、さっきも言ったようにこれ、アチャクインがね、こういう風に最後まで残ってくれるんで、ここですよね、シングルインフェルノにこれ、はい、ポイズンを当てていきます。これちょっと遅かったけどね、あんまりポイズンの意味なかっただけど、考え方としてはこうですよね。ポイズンを当てて、スケルトンか、ごめんなさい。スケルトンを当てていくことによって、シングルインフェルノを無効化しちゃうんですね。で、ロイヤルチャンピオンも今、ここから出てきましたけども、ヒーローたちをこう回すつもりでいたので、キングクイーンですね。こいつらと合わせてロイちゃん出す方が、当然、全部陸のユニットですから、なんていうのかな、お互いにダメージを分散させ合って強くなるという感じですね。で、仮にクイーンがどっか万が一のことがあってやられちゃったとしても、ロイヤルチャンピオンでここ、スケルトンを撃っていきながらインフェルノを潰していこうという風な、考え方になってたんじゃないのかなという風に思います。今回は、ドラゴンとドラゴンライダーが若干そっちに回ってくれたんで、そいつらが片付けてくれましたね。で、きっちりとヒーローが3人生き残ってる状態で全開という感じですね。強いんだ、これが。本当に強いんだ。対策しっかりやってもなかなか止まんないですからね、この戦術、極めちゃうと。はい、ではもう一本、ミケさん行ってみますか。ミケさん、次はですね、またちょっと変わった形を取っていくんですけど、これですね。間違えましたね。すいません。
6、カズラヒルさんもいいアタックを見せてくれたんですけども、厚労省だったんですが、今日は三毛最高。これですね、こういう風なね、対空砲、ロケバル当ててもいいんですけど、解放していない場合があったりするし、まあ、ロケバル16枠持ったないなっていう場合もあるじゃないですか。で、そういう場合には、コウモリをね、1体当てて、タギを取っておきながら、今回ライドラで潰していくっていうパターンですね。こういう方法よくあります。っていうか、めっちゃ便利です、この方法。コウモリ1個で、対空のタギが完全に取れちゃうんで、そこにバルーンだったり、後ろからドラゴンとか当てていって、もうこの対空無効ですね。完全にもう無力化されてます。で、これができるのは、クローンを1枚にしてるからなんですね。ちょっとさっき言えなかったんだけど、クローンを、ね、2枚にする場合と1枚にする場合があるんですよ。で、石師さんじゃね、まあ、ゼロさんがやった1本目のアタックっていうのは、タウンホールの周りにクロスポーンがこうね、ワンサが盛られてたんですね。それも壊していかないと いけなかったから、火力が必要で、スパカゴを増やす方に、呪文の枠を抑えたんですけども、今回のこの相手の配置って、タウンホール周りこうストレージなんですよね。これあんま壊しても美味しくないから、だったら、呪文枠っていうのを、フリーズだったり、コウモリだったり、まあ場合によってはさっきみたいにスケルトンとかですね、に割いていくことによって、ユニットの延命を図っていくというね、形。ないしはレイジーを持っていって、序盤の高火力帯を一気に乗り越えていくなんてこともいいですね。これね、真ん中のね、このクランチョンが壊せたらよかったんだけど、壊せなかったから、アイゴール2体出てきちゃいましたね。まあ、出てきたけどっていう感じだよな。ルイちゃんがシールド投げて、この投石も壊せちゃうから、こんな感じで、バフーンってね。これでも勝負ありですね。うまかったな、これも。っていう感じで。まあ、これが、花火ってやつですね。まあ、いろんな形。まあ、いろんな形って言っても、序盤の入り方のところで、ロケバル使ったり、まあ、コウモリ使ったり、あと、裏にインフェルノがあった場合にはスケルトン。まあ、結構いろんなドラゴン戦術にも応用できる話なんじゃないかなって思うんですけどもね。まあ、うちのクランのメンバー、これかなり上手い人多いので、まあ、それをこう極めていくと、他の海外の、クランってあんまり使ってないから対策されてないんですよね。いや、そのまま一気に持っていっちゃうというところです。ですね、まあ、ここまで、花火強い強いって言ってきたんですけども、じゃあ万能かっていうと決してそんなわけでもないんですよね。これね、ゼロさんがミスっちゃった時のアタック、これね、僕結構このキャンプ1の理由ガチでゼロさんにはちょっとなんていうかな、厳しい雰囲気の悪いね、こうチャットをしちゃったんですけど、本当申し上げたかったなと思って、ガチになりすぎましたが、ちょっとね、これまずね、やはりライトニングですね。ライトニングでこれ今、エアス1本折りましたけども、これエアス2個折れますね。これ、桂馬の位置が一番の到達点なんで、ここに打つと、1、2、で1個横、桂馬の位置、ここまで行くんですね。これエアスに巻き込めるんです。こっちも同じ。1、2、ここまで行くんで、この部分に打てば、エアス2個、まとめて折れます。これね、ちょっとまあ話がそれますけども、ライトニングの打ち方としてすごくよく、便利な、覚え方なんで、将棋やる人は桂馬って覚えておいてください。桂馬の位置までは行きます。で、さらに、これね、相手のアチャクミにも当てるべきですね。当てとくと、大工って、こういう防衛とかね、そういう施設は回復するんだけども、ユニットの体力は回復しないんで、アチャクミがここに来た瞬間、ここですよね。ここでライトニング2発パポンって打てば、アチャクミのダメージっていうのが、と残るので、まあ、そこから先有利に働きますよね。はい、まあ、小ネタでした。で、これですね、ドラゴンとドラゴンライダーを、序盤ですね、フォーム使わずに押していきます。これね、結構勇気いるんですね。ここまではすごく良かった気がします。まあ、花火でやるかどうかは別にして、やるんであればこういう押し方がいいですね。っていうのは、トルネードトラップがこういうところにあった場合に、結構致命的になったりするんですね。あと、こういうところ、まあ、ないと思うけど、こういうところにトルネードがあった場合に致命的になるんで、それをドラゴンたちでしっかりと回収して、なるべくトームをかけて、切れないようにしながらタウンホールまで向かわしていくって感じ。ただこれね、インビジーでレイジー、クローンが遅かったんですね。なんで、インビジー切れちゃって一斉にダメージ食らっちゃったんですよ。投石にこうボンボン来て、安いパボン来て、で、ギガインフェルノまで起動しちゃって、で、弾かれた先にはトルネードとトラップがあって、もうどうしようもないですね。こんな感じ。どうですこれ。決して笑い事ではなくて、自分事として起こり得ると思うんですよ。この花火っていう戦術をやる人は。で、これ多分パニックになったと思うんですね。もう完全にパニックでロイちゃんを出したんですけども、キングがいるから、ロイちゃんが何もできずに終わってしまって、
これね、まあでもまあパニックってもこれしかないか。あ、そうだよな。あのね、こうなってしまったら、あのちょっとね、これもう豆知識なんですけども、いやパニックって言ってるかな、これもうこれしかなかったな、多分ロイちゃん当てていくしかなかったんだろうな、今の状態。まあ、とにかくですね、こういう風になった場合にどういうリカバリーができるかっていうと、あの唯一できるのがですね、呪文使わないことなんですね。あのインビジとかを1枚でもいいから、あとフリーズもそうですけども、温存しておくんですよ。でしておいて、それを使ってロイちゃんでタウンホールを刺していくっていうリカバリーが、あの今みたいに、花火が不発に終わった場合、トルネードが手前にあったりとかして、タウンホールまで突撃艦が届かなかったとかいうケースで、もう唯一できるリカバリー策なんですね。なので、呪文を温存して、全部それをタウンホールに向かうロイちゃんに当てていく。というふうにリカバリーしていくと、まあ、ワンチャントルネに捕まっても星には確保できるっていうところがあるし、まあ、ワンチャン全開まで伸びるっていうところですね。まあ、なので、とにかく呪文をね、打つタイミングだったり、精度っていうのがめちゃくちゃこれ、一瞬、本当もう10秒間ぐらいで全てが決まっちゃうので求められるっていう、あの、プレイヤースキル的には難易度が結構高い、心もある戦術です。全ての村に当てはまるものではないんですけども、刺さる村を、見極めることができて、かつ今日紹介したようないろんなですね、細かいテクニックっていうのを使っていくことができれば、全開を取れるポテンシャルめちゃくちゃあるんで、チャンプ1でこれだけね、今トップ張れるぐらい、この戦術だけの力と言っても過言ではないぐらい多用して、攻めていってますから、ぜひね、皆さん海外クラブにはめちゃくちゃ刺さるんで使ってみてもらえたらなというふうに思います。はい、ではですね、本日は花火戦術を紹介させていただきました。さあ、果たして我々のクラブ、この動画が公開される頃にはチャンプ1位で、1位になれるかな、どうかなというところですね。楽しみでもあり、緊張しながら残り1戦ラストですね、やっていきたいというふうに思いますけども、こんな形で私の動画ですね、チャンネルはクラン対戦の解説の動画中心にやっております。で、タウンホール今日14やりましたけども、12から、13、14と幅広く扱っておりますので、ぜひねこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。